皆さんこんにちは。今日はデイジークのリップバームから新色が5色追加されたので全10色比較レビューしていきます。商品名はメルティングキャンディーバーム、1つ1760円です。ノック式で一度出すと元に戻せないタイプのパッケージで、香りは韓国コスメでは珍しい無香料です。テクスチャーはかなり柔らかさがあって、夏には溶けちゃいそうなくらいで、グロスをバームに詰め込んだみたいなイメージの柔らかさだと思います。なので出しすぎると思ったよりたくさんついてしまうので、綺麗に均等につけたいときは繰り出す量を注意してください。発色も良くて、ちょうどいい透明感とカラー発色のバランスがあって、かなりぷくっとしたツヤ感のある仕上がりです。高保湿でありつつ、ここまで厚みも出せるのにベタつきも弱めで、かなり使い心地のいいリップバームだと思います。それでは全色比較していきます。1番ジェントルピーチはピンクが強めのコーラルピーチ、鮮やかすぎず落ち着いていて肌なじみのいいピュアな印象です。血色感もあってとっても自然な仕上がりなので、イエベ春の明るめのカラーが得意な方に似合うと思います。2番アップルシナモンはコーラルレッド、レッドに近いコーラルカラーにブラウンを少し足したような色味で、鮮やかさもありつつ深みもある色味です。イエベさんは使いやすいと思います。3番ローズミルクティーはローズピンクベージュ、誰でも似合うような落ち着いたピンクベージュで、ほんの少しローズ感が感じられます。明るい色が得意なブルベナツ、イエベ春の方におすすめです。4番ヌーディーフィグは青みモーブピンク、しっかりクールトーンのナチュラルなピンクに、ほんと少しだけ紫がかった色味です。鮮やかさもありますが透明感もあります。ブルベさんで明るめの色が得意な方におすすめです。5番シュガープラムは青みのあるベリーピンク、鮮やかさと明るさのあるピンクに少しプラムを入れたようなカラーです。クリアで鮮やかな色が得意なブルベさんに似合うと思います。6番キャンディーソーダは青みのあるクリアピンク、ナチュラルに血色感の出る使いやすい色味です。鮮やかさもありますが透け感のある仕上がりなので、淡い色が得意な方にも似合うと思います。クリアカラーが得意なブルベさんにおすすめです。7番チェリーフィズは青み強めのチェリーピンク、肌をパッと明るく華やかに見せてくれます。鮮やかさもありつつクリアに発色するのでブルベさんにおすすめです。8番スイートポメロは澄んだコーラルレッド、少し青みも感じられる明るさのある元気な印象のレッドです。レッドリップの主張をコーラルの多孔感で和らげたような、イエベさんの春メイクにぴったりだと思います。9番レイシクリームはナチュラルなコーラルベージュ、ほとんど唇の色みたいだけど程よく赤みもあって、コーラルとベージュが混ざることでまろやかな印象になります。イエベ春の方におすすめです。10番クランベリーホイップは青みが強く深みのあるクランベリーレッド、鮮やかな色ですが暗さも感じるし、派手になりすぎず落ち着きがあって、でも華やかさはあるようなブルベ冬の方に似合う色味です。全色比較したのがこちら、全体的に明るめで鮮やかな色が多いかなと思います。イエベ春の方におすすめなのは1、3、8、9番。イエベ秋の方におすすめなのは2番。ブルベ夏の方におすすめなのは3、4、6、7番。ブルベ冬の方におすすめなのは5番と10番です。この動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。